ですので、今回は全身を使って投げる、ミキのスローといったあの練習方法をお伝えしていきたいと思います。前の動画で、まあ、普通に投げる、肩の高さを揃えて投げる動作っていうのは、まあ、横回転になってしまうので、自然と遠心力を使われて腕が外に開いてしまいますよ。シュート回転になりやすいですよという話をさせていただきました。で、その時には、今度は肩を下げて、それを戻しながら縦の回転で投げることで、力を使ったスローに投げやすいことができます。練習スライムの経験数というものについてお伝えしていきます。肩下げた状態で、後ろから、肩を下げて縦回転にする、体を使って重心移動して手投げをすることができるので、ぜひ練習の方を取り入れてください。はい、ではこの動画以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしあの動画を気に入っていただけたら、まあ、グッドボタンとチャンネル登録の方もお願いします。あとはあの公式 LINE の方であの追加の方も受け付けております。で、まあ、来年の相談、まあ、テキスト、あとは動作指導ですね、まあ、動画を送っていただいて僕の方からアドバイスさせていただきます。で、あの、まあ、追加の方はこの下の動画概要欄の方からあの URL 教えていただけると僕の公式 LINE に飛べるようにしてあるので、ぜひ気軽に僕の方にご連絡をください。はい、ではあなたからのご連絡をお待ちしております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。